ジョバンニ・ブオナ・ベントゥー・ラ・ビビアーニは、イタリアの作曲家、バイオリニスト、フィレンツェ出身。1656年から、インスブルックのハプスブルク家の宮廷に、バイオリニストに仕えた。チロル大公家が断絶するとハプスブルク本家に仕え、インスブルックの宮廷学長を務め、貴族に挙げられた。1678年、ベネツィアで自作のオペラ、アスティュアゲスを上演し、 ローマではサンマルチェロ協会でベルナルド・パスクイーニとアルカンジェロ・コレッリと共にオラトリオ上演の監督を務めた。1678年から1682年にかけてナポリの劇場で音楽監督を務め自作のオペラやオラトリオを上演した。1683年ビジニアーノで宮廷学長となった。 1687年から1692年まで、ピストイアの大聖堂で学長を務めた。作品のうちオペラやカンタータは、アントニオ・チェスティのスタイルによっており、インスブルックの宮廷で支持した可能性がある。他に、基礎曲や、ソナタなどの器楽作品もあるが、イタリア様式によっている。ありがとうございます。